皆さんこんにちは。ストーブという鍋でご飯を炊いてみたいと思います。メイドインフランスって書いてありますね。ストーブという鍋にはいろんな種類があって、この鍋はブレイザーソテーパンと言います。このストーブの鍋のいいところはムラなく熱が伝わって保温性にとても優れているところです。ストーブにはいろんな種類があるんですけれども、ブレイザーソテーパンはフライパンとしても使えます。鍋のサイズも豊富なんですけれども、今日は24センチで3合のご飯を炊いてみたいと思います。先日初めて炊いたんですけれども、炊飯器と違ってすごく美味しいんです。じゃあ今日も炊いてみたいと思います。研いだ後に30分水に浸水します。水の量は普通のご飯を炊く時と同じ量で大丈夫みたいです。蓋をしてしばらく待ちたいと思います。はい、火をつけます。中火にして沸騰するのを待ちます。蓋をしているのでいつコトコト言ってるかわかんないので、よく耳を澄ませて聞きましょう。前回作った時にあの時間を計らなかったんで、今日はちょっと時間を計って見てみたいと思います。どうしようかなって。今5分ぐらいかな。今日時間を計ってる時計はこれです。はい、どうもお疲れ様です。はい、はい、どうもすみません、失礼します。3分30秒経ちました。結構吹いてきてます。腕時計はとっても気に入ってるんですけど見にくいです。吹いてきたので弱火にしたいと思います。弱火にして10分放置。10分前後って言ったんですけれども、コンロの火力によってやっぱ時間は前後すると思うんで、焦げた匂いがしたらすかさず切ってくださいね。このブレザーソテーパンはパエリアなどにもとても向いてるってことなんで、次にパエリアを作ってみたいと思います。とってもあのいい商品で、僕もすごく気に入ってるんで、もし欲しい方がいらっしゃったら Amazon のリンクを貼っておきますので説明欄をご覧ください。本当パエリアいいね、うん、弱火にして7分経過しました。すごくいい香りがしてます。お腹グーグーなってます。でも赤子が泣いても蓋取るな。はい、10分経ちました。火を止めます。火を止めてこれから15分蒸らします。とても見にくい時計、いいの、自動巻きで気に入ってんの。では15分経ちましたので開けてみたいと思います。よっこいしょ。おお、ご飯をちょっとよそります。お皿でいいです。実食。いただきます。うわ、キャンプの味です。宮崎であのサーフィンをよくやってて、その後に仲間たちと飯盒でご飯炊いてたんですけれど、まさにその時の思い出が蘇るような感じ。うん、あのおかずの汁バクバクいけるような感じですよ。うん、僕は丼物が好きなんですけれども、このご飯に関してはご飯はご飯、おかずはおかずで食べた方がいいみたい。うん、おいしい。あとで何か作ります。商品の URL は説明欄に貼っておきます。とりあえず完食。ストーブすごい。じゃあの、チャンネル登録よろしくお願いします。